皆様こんにちは、ミニ沼津の原川です。今回はコンパクト SUV 特集ということで、こちらのミニクーパー D クロスオーバーオール4をご案内させていただきます。まずはミニクロスオーバーのポジショニングなどを解説いたしましょう。ミニクロスオーバーはミニ初の SUV として2011年にデビューしました。タイブダーモデルやクラブマンより一回り大きいボディを持ち、ミニ初のディーゼルモデルをラインナップの中核に据えるなど、ミニとしては新しいカテゴリーへの挑戦だったわけですが、ご存知の通りこの初代クロスオーバーは大ヒットを記録し、新しい道を切り開きます。そして他のスタンダードモデルとは一味違うスタイリングが与えられた2代目クロスオーバーは2017年2月に販売が開始されました。グレード構成はエントリーモデルの1とプラグインハイブリッドのクーパー SE クロスオーバーオール4を除き、すべてディーゼルエンジン搭載モデルとなります。ボディサイズは全長4メートル31.5センチ、全幅1メートル82センチ、全高1メートル59.5センチ、初代同様ミニラインナップの中では、最も大きいボディを持つことが大きな特徴です。ライバル車としては同じくらいのボディサイズを持つメルセデスベンツ GLA、アウディ Q2、フォルクスワーゲンティグアンなどが挙げられます。さて詳細を検証していきましょう。まずはじっくりエクステリアをご覧ください。全体の雰囲気は他のスタンダードモデルのイメージを踏襲していますが、ヘッドライトの形状などには異なるデザインが与えられ、 SUV モデルとしての個性を際立たせています。2018年3月に登録されたこちらのミニクーパー D クロスオーバーオール4、ボディカラーは人気のラピスブルー、走行距離はわずか300キロ、車両本体価格についてはお問い合わせください。それではミニクロスオーバーに乗り込んでみます。早速エンジンをかけてみようと思います。ミニはスマートキーなので、車内にキーを乗せておいていただければ、エンジンはかかるようになっております。ではブレーキを踏んでいただいて、赤く発光しているボタンが、より強く、光っていますので、こちらを押していきます。続いてシフトレバーの説明になります。シフトレバーをこのように握っていただき、先端にあるロック解除ボタンを押し込みながらドライブに入れていきます。でドライブに入りましたら、シフトレバーを助手席側に倒していただき、プラスでシフトアップ、マイナスでシフトダウンになるスポーツモードに入っていきます。次はパーキングブレーキの説明です。このようにパーキングレバーを上に引っ張り上げていただくとロックがかかります。上から押し込んでいただくとロック解除となります。続いてはウインカーとワイパーの説明になります。ウインカーはハンドルの左手側についており、下に下げると左折になります。レバーを上に持ち上げると右折していきます。ハンドルの右手についているのがワイパーのレバーとなっております。ワイパーのレバーには先端にオートワイパーのボタンもついておりますので、こちらを押していただくと雨の量によって速さを調節することが可能となっております。次にミニのヘッドライトの点灯の仕方について説明いたします。スイッチはハンドルの右手にあるこちらになっております。つまみを0に位置に合わせてある状態ですと、デイライトが点灯しております。こちらのつまみを1つ右に回すとスモールライト、さらに右に回していただくとヘッドライトが点灯いたします。で、一番左のアルファベットの A と書いてある位置につまみを合わせていただきますと、オートライトになります。こちらは夜間、暗くなってきた状態で自動的に点灯し、またトンネルに入った時にも、点灯するようになっております。で次はミニのセンターディスプレイについて説明いたします。こちらがセンターディスプレイのトップ画面となっておりまして、指先でタッチしていただければタッチパネル対応となっておりますので、すぐに地図の表示などされるようになっております。皆さんがお持ちのスマートフォンと同じような操作方法になっておりますので、このように指を使
クロールしていただければ、地図の方も動くようになっておりますし、指でスワイプをしていただければ拡大、縮小も、できるようになっております。また、他の項目になりますと、こちらのマルチメディアで音楽の再生や、ラジオが聴けるようになっています。こちらの車両情報では、ミニの、車両データを、ご自身で確認することも可能になっています。新型ミニの大きな特徴となるテレマティクスサービスのミニコネクテッドについて解説していきたいと思います。このサービスは車載通信モジュールを利用して最新情報の取得や緊急時などにミニドライバーサポートデスクとコミュニケーションを図ることができる機能と、お持ちのスマートフォンを利用して車外から車の操作が可能となる先進デジタル機能の2つのポイントを持っています。車載通信モジュールを活用し、ミニドライバーサポートデスクとのコミュニケーションが24時間可能となるサービスとして、事故発生時に乗員の操作によってコールセンターに通報していただける緊急通報サービスをご利用いただけます。さらにエアバッグが開くような深刻な事態にはコールセンターに自動で SOS コールを発信する機能も備えます。また車内のコントロールディスプレイから最新のニュースや天気予報を閲覧検索ができるほか、車両の電話機能を利用してミニドライバーサポートデスクに連絡し、オペレーターから車両に搭載されるナビゲーションシステムへ目的地を送信して即座に設定することも可能となります。そして、皆様が特に注目されているのは、現在ご利用されている Apple 社製スマートフォンで対応できる Apple CarPlay ではないでしょうか。 iPhone 内の電話やメッセージ、マップといった純正アプリや、Apple CarPlay 対応の専用アプリで運転中に iPhone に触れることなく車載のディスプレイに表示操作することができるサービスです。ミニコネクテッドでは専用のアプリを使用してスマートフォン経由で様々な機能が使えるようになっています。例えば駐車場内の車両の場所の特定やドアロック、アンロック、またはヘッドライトの点灯などができるようになっています。ミニの後部座席のシートアレンジについてご説明いたします。こちらの紐を引っ張っていただくと、簡単に後部座席が前に倒れるようになっています。また何か長いものを積みたいときに、こちらの真ん中のシートだけを倒していただくことで長いものが積めるようになっています。また真ん中のシートにはこちらにレバーがついており、こちらを引っ張っていただくとドリンクホルダーが2つついていますので、4人でお出かけの際にはこちらのドリンクホルダーも使えるようになっております。次にクロスオーバーのトランクルームについてご説明させていただきます。このようにミニクロスオーバーは全車種の中で最大のトランク容量を誇っております。また下にも収納スペースがありますので、細かなものはこの中にしまっていただくことも可能になります。この中にはこちらにパンク修理キットもついておりますので、どなたでも安心して運転していただけるかと思います。次はミニにチャイルドシートを取り付けてみたいと思います。ミニは全車種アイソフィックス対応となっていますが、今回ご用意したのは一般的な3点式となります。では早速取り付けをしてみたいと思います。はい、このように、ミニはチャイルドシートの取り付けも非常に簡単となっております。弊社がデモカーとして登録した車両ですので、使用感もほとんどなく、コンディションも非常に良いお車となっております。ぜひミニ沼津ショールームでご覧ください。ご来場お待ちしております。